tts, www. p www.autocar.jp スラッシュ wp コンテントアプローズ2021 12ピニンファリナバティスタ2021 211205 1, 1ワイパ65ガブクス .jpg 開発責任者から企業トップへイタリアの自動車メーカーアウトモビリピニンファリーナは 成長している会社であり、より強固になっていると、新たに CEO に就任したパオロ・デラッチャ。パオロ・デラッハ氏は述べている。デラッチャ氏は前職のチーフプロダクトエンジニアリングオフィサーから昇格し、パースバンテッソン CEO の後任として任命された。同氏はこれまでフェラーリやマセラティで役職を歴任し、 2018年にピニンファリーナに入社。電動スーパーカーのバッティスタの開発を担当した。デラッチャ氏は車の話の取材に対し、当社はまだスタートアップですが、より強固になってきています。2022年は非常に重要な年でした。バッティスタをようやく開発の最終段階に持ち込み、 10月に最初の1台を完成させました。彼によると、すでに3台のバッティスタが顧客に納車されたという。バッティスタは、最大150台生産される予定だ。イタリアのトリノで手作業で作られ、生産工程は6段階あり、一度に6台を生産できる。2週間に1台のペースで完成するとのことだが、 これまで何台売れたかなどの販売台数については明かされていない。ただ、直近の生産枠はすべて埋まっているという。ttps://www.autocar.jp/.wp。コンテ,ンテントアトーズ2021-12ピニンファリナバティスタ2 0 2 1 2 1 1 2 0 5 1 ワイパ a 6 5クスドット j p g デラッチャ氏によると、バッティスタは、非常に信頼性が高く、使い勝手の良い車であるという。長持ちするように、耐久性。信頼性を重視して設計されています、と彼は語る。高級 EV 市場のリーダーを目指す。ピニンファリーナにはバッティスタ以降の新製品の計画もあるというが、 デラッチャ氏は具体的なことは話さなかった。私たちは、電動高級車セグメントのリーダーになりたい。デザインや性能はもちろん、カスタマージャーニーや人間工学のようなオールラウンドな属性においても、ベストオブベストになりたいのです。現在はバッティスタに注力していますが、将来に向けた取り組みも進めています。新製品は、 バッティスタと同じレベルのケアと注意を払い、同じように独占性と希少性に重点を置くことになるでしょう。デラッチャ氏は、アウトモビリピニンファリーナは、顧客の間で高い認知度を持ち、業界の上位層で高い評価を得ていると述べた。また、親会社であるマヒンドラマヒンドラ社の全面的な支援を受けており、 二社の関係については、将来に向けて、エキサイティングな計画を立てているところです。良いコラボレーションです、と語った。アウトモビリピニンファリーナは現在、ttps:www.autocar.jp スラッシュ wp コンテントアポーズ2021-12ピニンファリナバティスタ 2 0 2 1 2 1 1 2 0 5 1 w i p a 6 5 g a v ッ x j p g トリノ設計エンジニアリング製造とミュンヘンオフィスの2拠点で115人の従業員を雇用しているミュンヘンは専門的な技術パートナーや人材にアクセスしやすいので戦略的に優れているとデラッチャ氏配優